界中のくるくるクールファンのみんな、お待たせ。今日もマリオメーカー遊んでいくよ。奔走する楽しさを研ぎ澄まされた君のその心臓に刻み込め。こちら21秒の 11.66% のクリア率、スピランコースですよね、きっとね。クリア率的にはいけると思う。ただルートが今のところ相当分かりにくかったぞ。いきなり赤コインをいきなりたくさんもらえるけれども、お次はパール上。あれあれ、待って待って待って、これ戻るのかな。はい、上行くでしょ、パール投げるでしょ、こうやって回収して引っかかっちゃったけど、まあいいか。さっきどこでやられたんだっけ、ここか。あ、なるほどね、どういう仕掛けになってるのかよく分かんないけど戻れよと。いいんじゃない、こういうギミックも新しくて、新しいギミックが多いのは大好きでございます。パールを投げてジャンプで丸々を超えていけないスタイル、引っかかっちゃうね。パール投げて丸々超えて気持ちよく抜けていきたい。パール投げて戻る、はい戻る。これわざわざ左奥のバネまで戻る必要はないんだけど、まあ戻った方が楽しい。ゲースピンジャンプでこうやったらファイヤーかな。オッケー、ファイヤー。そしてあ、ゴールだった。なんだこの先の赤扉に入るのかなと思ったけど、そんな必要はなかったのか。ふふ、完全にフェイクでしたね、これ騙された。いやー、装飾も綺麗でなかなかやりごたえのあるステージでしたね。あのパウブロック取るために戻るっていうの初めてだわ。いいね、あのギミック。奔走する楽しさを研ぎ澄まされた君のその心臓に刻み込め。刻み込まれましたか。それでは次のコース遊んでいくれ。はい、それではお次はこちらのコースを遊んでいくれ。クッパキャッスルを全力で走り抜けるスピードラン。はるちゃんさんっていう方でいいのかな。1分4秒のベストタイム 4.8%、これだと70秒ランなのかな。70秒ラン、結構長いけど大丈夫かな、ちょっと不安になってきた。始まる前から不安に置いていくよ。イエー、メットを叩いたらこれを走っていいのかな。音符でジャンプして丸々でつまらないようにスピンジャンプ反応できた。オッケー、次はこれはスピン、ピョンピョンピョンとこうやっていこう。パウを投げて赤コインじゃない、赤く扉にお邪魔して、これは基本はスピンジャンプでいこうかな。 OK、 こう来て、はいスピンスピン、次もスピン。いいね、こういうところ結構地味にパックに当たっちゃったりするんですよね。キノコを取ってからの OKOK、 多少詰まっちゃったけど、まあこのぐらいは。あ、ここに扉があったのか、お邪魔します。でダメージを食らって小さくされていく。る右ダッシュからのゲイカーベキック、これは次はピョポポポーン。いいね、パウ投げてパウ投げて、あー、この音符ジャンプ本当に苦手。でもなんとかクリアできそうかな。それほど難しいギミックは今のところ見当たらない。この音符ジャンプが一番難しいぐらいだと思う。うん、あとは急なスピンジャンプに反応できるかどうかかな。カロン踏んでスピンジャンプでポンポンポン、オッケー。このパウは早めに投げちゃっても意外と大丈夫。オッケー、落ち着いていこう。次次次、右にダッシュからのこっち、はいはい、オッケー、ノコノコ、あっくん、敵の名前を言ってるだけになってきたぞ。次キーノコからスライディング、いいね、覚えて、ね、扉に入るよ。次どっちだっけ、右か。ガリガリでダメージを当たって土管に入っていく。る次はバックン、ゲイカーベキックからの、ここ難しいけど面白い。ポポポン、スピン、ゲイパウは早めに投げる。さっきここでやられた。パウ投げてからこの階段折り返し、これなんていう名前なんだろうね。メット素早くかぶっていくよ。あ、取られちゃった、やばいかな。大ジャンプ、はい、メットいらないかな、どっちだろう、大丈夫かな、ちょっと不安だ。大丈夫そうかな。残り6秒、頼む、ゴールさせてくださった、ありがとう、よかった。
ふふ。いやー、70秒スピードランぐらいになってくるとね、最後の方でミスっちゃうとやり直しが大変なんですよ。クッパキャッスルを全力で走り抜けるスピードラン、ファルアルーファちゃんさん、ありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいく。3コース全部スピランだけど、まあくるくるくるのチャンネルではよくあることなんでね、この世界中に感動と笑顔をお届けいたします。私の実況でお届けできたらいいなと思ってますよ。本気ですよ。そしてまずは一マスのところを越えてイクエレパウを投げて、はいはいはい、またパウを投げてから落ちてイクエレ、氷ブロックがあると道が見えにくいのがちょっとなんて。オッケー、こっちで良さそうかな。こう、こう、こうでいいのかな。はい、ちょっと道が分かんなかったけど多分合ってるでしょう。お邪魔します。時間が心配だな。これは食べていけばいい感じ。はい、オッケー。以前ナオさんのスピランでこういうコースもやってますんでね、多少戸惑ったものの反応できてよかったと思ったけど、これパウ叩かなくてもこうやっていけるじゃん、ガバじゃん。はい、こうやっていける。パウ投げて戻っていい感じ。パウパウ、オッケー。ここがちょっとが下が見にくい、それ要注意やで。そしてこっち、はい、やっぱりさっきのやり方違ってたっぽいな。うん、のこのこなしでもいけるもんね。で、パウ投げてでっていうの声が聞こえた。おい、パウパウ、投げなくてもいけるところがちょっともどかしいような気がするけど、ほい、土管を、土管じゃないか、はい、ほいほいほい。あれ、なんか違う気がするんだよな、この置き方。まあいいか、よし。あ、畜生めー。結構ね、このコースどこに行ったらいいのかわからなくなるんで、喋るのが辛い、喋るのが辛い。くるくるくる、よいしょ。こうだよね、これでいいのかな、違うのかな、ダメなのかな、その辺わからない。正規じゃない気もするけど、まあいけるんだからいいよね。はい、お邪魔します。次なんだっけ、忘れちゃった、久しぶりすぎて。あー、思い出したー、同じところでやられた。あー、パウ叩けない。パウ反応しろ。よし、戻って戻って、ほい。パウいらないけど、とりあえず投げていく。Bスイッチ踏んだらキラーを無事に飛び越えていって、はい、こういうことでね。はいはいはい、オッケー。お邪魔します。次、よし、コース。ここは、あー、うっそぴょん。こんなところでやられる？今日はクールクールクールがないな、そういえば。縦キック。パウ投げて。みんな、なんか最近面白いことありましたか？私はね、面白いことを募集中でございます。よいしょ。最近仕事が終わって家に帰ってきたら、マリオメーカーの撮影と編集ぐらいしかできていないんでね、他のことをもっとやりたいなと思うんだけど、なかなかねうまくいかないんだよね。次、パウブロック、オッケー。もう一回パウを叩いて、次は2、3段ジャンプか。あ、あれ、こんなところにゴールがあった、全然わからなかった。いやー、最後あ、最後意外とあっさりゴールしちゃいましたね。うん、この世界中に感動と笑顔をスピードラン丸尾さんという方のスピードランを遊ばせていただきました。ありがとうございました。
そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いしましょう。チャンネル登録ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うく主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。